みなさん、こんにちは。今日はね、ままごとじゃないよ。本物ができます。なんと、アイスクリーム。じゃん。これを使ったらね、簡単にアイスクリームができちゃう。では、早速作ってまいりましょう。バニラ味のアイスクリーム液を作ります。お砂糖 40g。もうね、測ってますからね。はい、卵黄が1個。本物ですよ、今日はね。はい、卵黄が1個。生クリーム 100ml。牛乳 80ml。バニラエッセンス 3、4滴。これを混ぜます。じゃじゃん。こちらのプレートを使ってね、アイスクリームを作っていくよ。6時間以上冷凍庫で冷やして使いますよ。すごく冷たいです。流し入れましょう。ワクワクするね。だから伸ばしてた。これでね、少し待ちます。しばらく空きましたけど、お、もうね、変わってきてますね。わ、すごい。もうアイスになってきてる。あ、飛んでいっちゃう。缶にね、ティッシャーで入れたいと思います。これ使うとね、一挙にお店屋さんみたいになるよね。よし。お、冷たい。ああ、美味しそうだ。こんな手軽だったらね、ちっちゃいお子さんにもできそうだね。よいしょ。じゃあ、今度トッピングは、このかわいいカラフルな。パッ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 パ。チョコが大好きなお父さんに。このね、飾りもあったんだよ。かわいいでしょ。次はオレンジジュースを入れたいと思います。いきます。お母ちゃんも気になるか。どうぞー。おすごいやろ。何これ。うわ、シャーベットもできたし、アイスクリームも、そうそうそう。え、このアイスもこれで作ったの。そうやでー。食べていいの。うんうん、いただきます。はい、アイスどうぞ。うまっ。美味しいでしょ。え、これで作ったの。そう。うわ、アレンジシャーベットコーチー。お、冷たい冷たい冷たい。近くカビングやばい。気になる方に、ね、下にリンク貼ってるので、うん、これは良い。ぜひみんなも作ってみてね。おうち時間楽しめそうですね。おうち時間楽しめますね。はい、それではお父さん、今日はこの辺で、バイバイ。また見てね。アイス美味しい。どうですか。美味しい。